ちょっと待ってねこのゲーム実況して大丈夫か調べさせて撮れてるどうもゲーム実況者ですはいというわけでゲーム実況していきたいと思いますはい今回ね配信じゃなくて、えー、もう裏で1人で撮ってるんではいよかったですねでなんか通常モードモザイクなしと配信者モードモザイクありこれ配信してないんで上でいきますこれ編集とか大変なんのかな 怖いなこれどうやって始めるのエンターを押してもクリックを押しても始まらないんだけどえこれマウスカーソルとかないよねあ E ボタンだタイトルおもろいよね多摩国際コミュニケーション大学コミュニケーション大学なんてあんだね東京の端に位置するへぇ、えー、うん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 敵地にキャンパスを構えてしまったが故にそもそも国際コミュニケーションが発生しないクルッタが大学である <laughs> あれこれバカゲーいやでもこの温度差からのホラー演出は怖いね振り幅がある毎年春のオープンキャンパスで開催される外国人留学生100人と異文化交流 BBQ バーベキューにつ、えー、られて入学を決める高校生がほとんどであるがそんなのに釣られる人生の選択において実際は全員オープンキャンパスのために雇われた桜である <laughs> 何がしたいの全員 去年のバーベキュー大会で大会って何なんだろうね。前目を深めたボブに来年一緒に勉強できるのを楽しみにしているよと伝えた際に見せた彼の罰の悪そうな表情の意味がようやく理解できた。<laughs> 桜だもんな。いないんだもんな。バーベキュー以外でこの大学を選んだ理由がもう一つある。それは小さい頃から両親の影響で映画が大好きで卒業は海外の映画にたず。ああなるほどね。はいはいはい。真面目な動機ですね。 入学直後はキャンパス中どこを探しても見当たらないボブの姿を探し続ける日々だったが <laughs> しばらくして入部した映画研究会で親友のヒカルと出会えたことは本当にこんなことだったはい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 、ああ「資料の腹渡、ね」ね名作だねえな何て読むんだろう分からないもう実際にある映画の名前だったな資料の腹渡に関してははいはいはい映画制作にのめり込んでると それでは本日の講義はこれで終了です。あなた、うん、これでようやく1週間が終わった。映画研究会の部室に向かおう。はいはいはい。まあ映画作りに励んでる、励んでる励んでるということですね。っびっくりしたーすげえー、T シャツだな。専用じゃん。おうヒカルどうしたんだよ。ちょっと表情暗くない <laughs> 明るいけどね実はすごい言いづらいんだけど今度のコンペテーマを変えたい恩恵言ってる <laughs> いやそんな深刻な曲流さないでよなうちうちのやつじゃん別にホラーでもないこれまでさんざん話し合って殺人キュウリが大学で暴れ回るやつを取るって決めたじゃん なんかボブとかキュウリとか、ちょっと俺に馴染みのあるワードが出てくるな。なんだ殺人キュウリって。いや、すまん、たけし。悪いけど、そのアイデアは控えめに言ってカスだ。<laughs> <laughs> 松沢村の都市伝説って知ってるか聞いたことあるような。青森県。廃村ね。1970年代に開発工事が始まってから、村人同士の殺傷事件。怖っ。 それで村がなくなったと。はいはいはい。地方紙で一度取り上げられたけど、それ以降はマスコミはそんな取り扱ってないと。うん。怪しすぎる。ああ、実地調査。ちゃんと調べに行くんだね。映画を作るにおいて。 あーここら辺ちゃんと真面目だね。キュウリとか言ってたのが嘘みたい。ダメだ、正直言って怖すぎるし、行きたくない。<laughs> 意外と臆病なんだな。おういらうね、ノリノリパターンかと思いきや。あ、バイトが入ってるから行けないと。バイトなんかしてたっけファンシーショップ。なんだそれ。なんか、ピンクなイメージだわ。 ピンク色のなんか髪飾りとかそういうのが売ってそうカチューシャとか、ね、えあ一人で行くんだすげえな俺は止めたからな <laughs> 俺は言ったんだよな行かない方がいいって言ったんだけどなよしこれで罪悪感がなくなるえー、っとまあ、記事送ってくれると5日後 ヒカルからの連絡がまだないもう水曜日になるのに <laughs> なんかすごいなこの写真実写だよねこんな素材あるんだな自分の家かな本当に作者さんのダンボールの感じがめちゃくちゃリアルだねリアルというかなというかああル完全に連絡取れないんだ あ、地元警察にも相談した。松沢村に向かった友人が行方不明になっていることを伝えると何かを隠すかのように対応を打ち切られた。怪しい。怪しいし、俺の鼻水もちょっと出てきたから、一旦ちょっと待ってね。これも、ーシ現象の一つの可能性あるな。何か関係があるん、ね、で違いない。間違いない。許せない。地元警察あ、罪悪感感じてんね。まっとうだね。 え、これって意外とテキストベースで進んでいく感じもしかして。<laughs> 実は。ファンシーショップでバイトを始めたという、どうしようもない嘘をついたことを私友に謝りたかった。あれが最後の会話だなんて認めたくない。<laughs> そうね。なかなか嫌な最後だね。おお、探しに行くんだ。はい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 。おお、あ やっぱちゃんんと操作があるんだね WASD 走り移動走りがあるの怖いなえっちょっと自動でめくられたんだけど、えー、バスを乗り継いで隣町まで来ることができたうーんもう歩き始めて4時間以上経つ <laughs> クソ怖いだろこんなとこ一人でおそらく道合ってる視野角的問題もあるね何これテレビ局ライブ アイウィットネスニュース。見たことのない海外のテレビ局の中継者不法投棄か何かで。へ、え、ぇ、ー。状態良すぎない。安全第一。やべぇ。ちゃんと 3D だわ。なんでみんな夜に来ちゃうのカリンビール。キリンじゃないんだ。あ、なんか記事がある。 村の人々が誰一人として数日間悟り姿を見せていないことが明らかとなり、はいはいはい、パトロール隊が村に入ったところ至るところで遺体が発見された遺体は村のあらゆる場所で見つかった被害者たちの遺体には異常なほどの外傷が確認され、えー、村人同士の激しい争いがあったことを示唆している。うん 多くの遺体には体中に赤い斑点のようなものが見られこれが事件の深刻な側面をさらに表示え何斑点ウイルス的な調査中とうーん斑点びっくり外で扉が倒れるような音がしたやめてどっかが開いたのか待って バカーじゃないかもしれない。やっぱりそうだ。これ導入はちょっとふざけてるけど、ちゃんと怖いやつだ。むしろその反動で怖いやつだ。この先、あ、びっくりこの先入れないああ、超えられそうだけどね。4桁。うーん。余裕で超えられそう。あ、でもちょっときついね、これ。 チクチクしてる悪魔の発明だよなあれ確かここまだ本番じゃないのかじゃあ油断しとくかあ,あ結構しっかわ<あ>今のは絶対ヒかれじゃないだろいやいやいや それ以前に驚くフェーズはないのかお前まさか伝承のボートえな何それえ外になんか落ちてんのかなくっそこへき,きれいすぎない家があ鍵だ村長なんちゃらち住宅地なんだ住敷地今のは何 <laughs> 逆さになる高さじゃなくないははははは。逆 <laughs> さになる高さかなこれ。相当なんか、プールに飛び込むような感じで落ちたのか。うーん村長の家的なのはどこだろうなんだ、あのマーク。ぬ何 <laughs> これ。矢印 ああ、でもこれ数字なのかな ?7? もしかして。あ、パケシじゃない、ヒカルか。<laughs> 自分の名前言っちゃった。ああ、ヒカルが背負ってるリュック、ノートあー到着したっていうね。今時紙に残すんだね。なんか SN、SNS とかにしてほしいけどな。えー、今日は街に戻らず寝袋で寝ることにした。あーたけしも来れたらよかったんだけどな。 <laughs> なテーマパークに来たような言い方やめたよな地獄だろここえっとたけしがファンシーショップでバイトっていうのは驚いたけど頑張ってほしいな <laughs> 信じてる俺も2日間でがっつり取材していい映画撮るぞはいはい今日は昼過ぎに無理やり参道を通ってフェンスで囲われた先へ行った今んとこかなロックされてた 多分だけどこれがよくなかったあの赤く発光するガスを3時間ほど浴びたまま周囲の探索をしていると急激に強い寒気に襲われてここに戻ってずっと休んでいる <laughs> お前謎のガス3時間浴びたの、うん、しかも目視できるガスだから相当やばいだろ目に見えるってことはねやばいよねあ手の真 単にブツブツができているああ都市伝説になってんだそれも高熱が出ていそうな体調なのに汗がほとんど出ない、えー、電波もない、えー、山中でこのままでは動けないのでただの風であることを祈って今日も村で、えー、野宿する体調が悪化している目がかすんで一気に視力が落ちたおかしなことに汗は一滴も出ないえー、めっちゃ体調悪そうだね 幻覚みたいのも見えてるとヒカルの体調が心配だ近くにいるかもしれないといやーでもね体調悪くて動けなくなったのにこの付近にいないってことは結構まずいよねもうそれはヒカルではないのかもしれない 怖先攻ああ2番72うわっ草間弥生めちゃめちゃじゃんこんな写真残ってんだな2番順番がわかんないけどねこれはチェックできないんだ いやーでもジャンプスケアとかいうか脅かし系が怖いねさっきの感じだとあここ調べてないあゼ0かな6じゃねえよなこれあここ見てない階段みたいのがあったあすげえここ道になっておーい馴染みすぎだよこのフェンス あ、7262。まさかの、うわっ、カラスめっちゃ死んでる。あいつだけ生き残ったんだ。バトロは。そろそろ脅かしてきそうだな。72、七2二6うわー緊急報告。 ガスの噴出が始まって以来村人が真摯に異常をきたし収集がつかなくなってる自然発生なんかねあでも2日経過すると急に回復したかのように寝床から立ち上がり徘徊を始め見かけた人間を見境なく襲うようになるええー、やべえはい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 ゾンビ化みたいな感じねなんか狩猟の腹渡とかも言ってたからフラグだったのか 不思議なことに彼らには後ろにでも目がついているのか物音を立てずに背後を通ろうとしてもえ一定範囲に近づくと気づかれてしまうガスによって第6巻でも備わるというのかえ昨日は報告だけで5名の死者が出ているうち2名は突然お互いに殺し合って死亡してしまったはいはいはい。 この様子だと村人が全滅するまでに外部への通報は叶わない。あ事情を知らない者が簡単に村の、えー、奥部へ。奥部だっけ深部だっけ <laughs> えー、立ち入らない。あ、ダイヤルでロック。はいはいはい。緑、黄色、青、ピンク。もう覚えてねえよ。ピンクが7かな緑なんだったっけ 間違っても軽い気持ちで入らないように。脅かし注意ね、これ。マジでさっきの脅かし普通に聞いたわ。マジで聞いた。青が2。緑が0。 マジでこのゲームやばいえ俺おしっこ漏らした明らかに別人だったすごい漏らした音聞こえたけどこのゲームなんかカメラが切り替わるのと音が同時にバーンってなるのクソ声えええ？ さっきまでなかったよね。人ン<分>まだ乾いておらず、出したてのようだ。どぎもを抜かれるでかさと強烈な匂いは、うんこ界の一級品 <laughs> とも言える。何を言ってんだよ、お前。<laughs> <laughs> どっちこのゲーム。怖いんだけどさ。<laughs> 怖いんだけど、その後な,な、なにこれ。 俺がはずいわなんか怖がってた俺がわわしかも俺さっきの目も今ので忘れちった今の今のジャンプスケアとうんちで忘れちったよ02あとは2かな27かな最初に見っけたのが7だったもんねおーうわー

は<目> <laughs> 我々テレビクルーチームがこの村の都市伝説を明らかにするのだじゃあ先行ってくんねああ我々はこの先にあるガスの吹き出す穴に向かわしてもらうあそこまで知ってるんだ英語で何を言ってるか全然わからない <laughs> 高速で紡がれる 本場のイングリッシュを前にただ立ち尽くすのみだ <laughs> 腹が痛いきっと昼飯でわさびを食ったせいだな <laughs> 地元のハラペーのバーガーでもここまで腹は下さないよあなたさっきの人符はまさかあこの人だったのなんだよ <laughs> こいつ止まりすぎじゃない いくらなんでもみんな猛暑あんのにこいつだけ <laughs> 坊やの驚く顔をらせてもらったわよところどころ衣類が破れていて怪我もしているようだ <laughs> 行ってしまったさっきから起きていた、えー、奇怪な現象はさっきのテレビクルーのせいあ全部あいつらのせいなの <laughs> うぜえ <laughs> でもガスは本当なんだよなあれ方向どっちあこっちかでもあの屋根から飛び降りてたやつはテレビクルーだったのかあれ体張りすぎでしょいくらなんでも俺の驚くリアクションよりあいつのスタントの方がすごいよな いたずらの中に本当の怪奇現象が一個だけあったみたいな。さっきのテレビクレイの叫び声。<laughs> もう信じねえぞ。あとこのガードレール何 <laughs> こんなガードレールある。歩道みたいな入り組んだ道で。あ、なんか赤くなってる。ガスか これなんだよ、この道。迷路見たくなりすぎじゃないあ、血がついてる。まんべんなく血がついてる。えっ体でかくねこの集落の噂は本当だった。皆おかしくなっている。高い報酬に釣られてやってきたことを本当に後悔している。なんかホラーっていうより科学的なバイオなんちゃうだね、これ。 みんな逃げちゃったとはいはいはいなんか利用されたんだなこの下もえー、っとやつらの体に熱がこもり10秒以上は追いかけられないあーこれヒントだね目が合っている間は例外見ないで逃げないといけないんだ怖いね見たくなっちゃいそう まだ先にいけるわ目を合わせちゃいけないのか逃げてる最中はなんだこの行き止まりはすんごい噴出音うわすっげえっ <laughs> 一網打尽すぎん 大丈夫一人いねえな死んでるお互いに争った形跡は見られないぞ光がまさかそんなはずはカメラとか調べらんないえこれどこ行きゃいいの 全然ガス吸っちゃってるけど、俺も。何うわぁ暗くて見えない暗くて見えない、えー、やばい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 。あっすごい。優しい音で木が倒れた。あれ、光だったんだ。でももう光じゃねえよ、あれは。 だからこんな村絶対に怪しいって言ったんだ光のアホとにかくこの先の森を抜けるしかないラッキーすぎる右に行けって出てる絶対こっちでしょごめん嘘嘘嘘信じる信じる冗談冗談 なんかしゃべり声聞こえんだけどうわクソ声はははうわ迷った今のでやだやだやばい怖いこれこれ普通にやだこれ汗すごい俺でも意外と平気 あいつワープしてないでもうわこんじゅうみたいなたけしたけし俺たけしじゃないよ <laughs> うわこれやばいたけしたけしやべ見つかったたけし なんか正解っぽいとこ来たんだけど近にいる閉ざされてる鍵が必要鍵どうやって見つけるんだよこっからやべえいる どうやって見つけんの鍵。無理すぎねこのパートクソ怖い。悪夢見て。<noise> やばい落ちちゃったあぶれうわぁねもう諦めて。 看板見っけた、また。おい、無理だって、こっから。ああ。ええ、ええ、ええ。もう、なんだ、これ。これ、いつ解放してくれるの。ああ。なんだよ、これ。無理だろ、こう。な。どうやって見つけんの、これ。やばい。スタックしてる。ここね、透明の壁があるんだよね。 あ,あ、でも今チャンスだ遠いあいつ遠い竹もうやだもうやだやだもう前にい,るいそうだな結局もう振り向かないよ俺もう前しか見ない何何どっからどっから 近い近い近いうわっ何あさっきのあっありがとうテレビクルーの男大丈夫かい今日の出来事は本当に恐ろしかったね <laughs> やはり英語でほとんど分からないから心配してくれるえマジかよこいつめっちゃいいやつじゃん 助かったさ。サンキュー。間に合って本当によかった。僕たち今、暗示の場所に向かっているから安心してほしい。アイムオッケー、オッケー。僕だけが激しい腹痛で茂みの中で用を足してる間に、他のメンバー2人があの王さんに殺されたんだ。<laughs> <laughs> こいつ、腹痛で助かったんだ。やっぱり光が2人を。<laughs> 英語理解できてんだ、急に。正直言って自分1人だけが生きているのは不思議でならないよ。 ああ、思い出すと腹が痛くなる <laughs>。メジャーリーグ級の腹の音だ。俺は相当辛いに違いないぞ。例えば、カバンの中に胃腸薬を入れてきていた。準備いいな。スタマックメディスン <laughs> いやいや。って言うスタマック。よくスタマック分かったね。 恐怖から逃れられた安心感も相まって優しい雰囲気が車内に流れるははい、はいしばらくの沈黙の間窓からぼんやり外を眺め続けたああ街だ本当に逃れられたんだはいはいはい車降りて外国人クルーと一緒にホテルを取り二人ですぐに休んだはいはいはい 恐怖と興奮で寝れないかと思ったけど、えー、疲れてたから寝れたと1か月後あれからずいぶん時間が経った結局光とはあれからいつでも連絡取れないそそうだよねあの日以降というもの大好きだった都市伝説やオカルトといった類のものに対する恐怖心を拭うことをできずにいる嫌いになっちゃった <laughs> 申し込み期限も過ぎたんだコンペのあそりゃそうだよな警察にも取り合ってもらえなかったあの村が絡むともうダメなんだね噂は本当だったはいはいはいインターホンの音実家からの荷物 確か母さんから事前に連絡などはなかった。うわ、怖えー。すごいなぁ。これ、誰だ便所貸してください <laughs> 最後、光るじゃねえのかよ最後、絶対インターホン越しに、あけしーって聞こえるかと思ったけど。 モザイクありってかね <laughs> うんちにモザイクってことえー、失踪たけしお前の言う通りだったあの配スはやばすぎるでしたデベラップドバイヘイズコードかなハゼコードヘイズコード調べるかちゃんとヘイズコードですね正しい読み方はえー、インディーゲーム開発者一人称ホラーコメディー ADV <laughs> 一人称ホラーコメディ ADV なんだ。事前に調べなかったの良かったかもな、あんまり。こう、衝撃を感じられたよね。はい。略して竹馬なんだ、このゲーム。二本目となるゲームを正義開発中。ええー。こういう角度のホラーゲームもね、おもろいね。ただ、あの、森の中超怖かったな、普通に。はい。というわけで。 えー、ゲーム実況者でした、まあね。また好評だったらね、こうやって裏で、えー、ゲーム実況を撮って、えー、ゲーム実況動画を上げるっていうこともしていきたいなと思ってるんで、えーまあね、よかったらね、えー、中評価とチャンネル登録、解除登録、えー、お願いします。はい。撮れてた あの看板通りに行けば鍵は手に入ってトンネルは自力で見つけるみたいな感じなんかないやーパニックったわ。